これがこの星の朝というものか。すごく心地いいな。数時間前、いろいろあってこの星の住民の家に泊まることになったが、ここはすごく居心地がいい。本当にありがとうございます。いえ、俺はただ。いえいえ、あなたは石化の命の恩人と言っても過言ではありません。それに娘から聞いていた頭の傷も綺麗に治してくださっている。見たところ、ここまで綺麗に治している治癒系能力は見たことがありません。いや、簡単だったぞ。石化、あなたは寝ていなさい。うん、でも、安心しなさい、ちゃんと泊まってもらうようにするわ。え？お母さん、娘の初恋を邪魔するほど私は野暮じゃないわよ。うん、寝る。石化からしたら、白馬の王子様よねー。あなたの名前は？パトだ。年はいくつ？14歳だな。よし、石化と一つしか違わない。かなり優秀そうだし、父家に申し分なし。パトくん、家は近くなの？いや、俺は今世界旅をしているから。ならちょうどいいわ、今日は泊まっていきなさい。いいのか？大歓迎だわ。あと一人泊めることは可能か？大丈夫よ。それじゃあ、少し待ってくれ。戦国神、メリア、今主によって命じる。主の元へ帰還せよ。確かに来てました。もう、勝手にうろうろしないでください。メリア、ちょっと邪魔だから俺の後ろにいてくれないか。はじめまして。はじめまして。この子は？私はメリア、パト様の戦国神でございます。戦国神？待って、戦国神って言った？戦国神を知ってるの。確か、神の位で神王以上の位にだけ、戦国神がつくと聞いたことはあります。と言っても私もこの星の神しか会ったことないので。下級神にも勉強熱心な神はいるのね。普通位について理解するのは中級クラスからなんだけど。パトさんって神王なんですか？ご主人は、帝王神候補のトップ。実質世界のナンバー2に属する方です。世界のナンバー2。メリア、大げさに言い過ぎだ。真実なので。ちなみに私も、帝王神候補、で、世界のナンバー11に属しますよ。さっきも大物じゃないですか。ですがなんでそんな方がこの地球に。言っただろ、世界を旅しているんだ。ご主人の娯楽ですね。はい。俺としては帝王神候補関係なく、一個人として接してもらえると嬉しい。恐れ多いですよ。確かにその気持ちはわかります。ですが、ご主人もこのような性格なので。このようなってどんなだよ、メリア。軽い。確かに。思ったより世界のトップって子供っぽいのね。まあ、実質子供ですからね。私もまだ13歳ですし。わかりました。あなたたちのために部屋を2つ用意します。ありがとうございます。ではごゆっくり。さて、あの人に挨拶でもしてくるか。失礼します。いやー、元気そうだね。もう起きてたんですか？いや、俺は寝てない。お体に悪いですよ。家の布団では馴染みませんでしたか？いや、俺の部屋のベッドより居心地が良かった。そうですか。そうだ、後でここら周辺を案内してよ。はい、私でよければ。よし、それじゃあ挨拶してこよう。へぇ、ということは本当に世界トップクラスなのね。ご主人は本当にすごいですよ。あら、おはよう、よく眠れたかしら。ご主人、おはようございます。おはようございます、はこの星の挨拶なんですよ。そうなのか。みんな、おはようございます。おはよう。あなたがこの世界の支配者なの？全世界ではないが、8割は俺の支配下だ。それはすごいね。みんな、このことは絶対に学校の子に言うんじゃないのよ。言えないわよ。だって意味不明って言われるのがオチだもの。確かに。あれ、ってことは信じてないのですか？私たちは信じてるわよ。でも知らない人が聞いたら信用はしてもらえないでしょうね。そういうものなんですかね。ねえねえ、あなたは強いんでしょ？だったら月下お姉ちゃんと勝負してみてよ。そうだね。あとお父さんとお母さんとも戦ってみてほしい。俺は構わないが。ご主人はダメです。大花ちゃん、ロカちゃん、悪いけどご主人様を戦わせるわけにはいかないわ。でもその代わり、この私が相手になるわ。おい、メリア。ご主人、私はこう見えて一丁の上級神たちの指導、教育を全て担当してたんですよ。手加減は慣れっこです。仕方ない、今回は見てるだけにしよう。というわけで最初は誰から来る？それじゃあ私がお手合わせ願おうかしら。月下ちゃんですね。いいでしょう。それじゃあご飯を食べたら、広い場所に案内してください。楽しみだわ。月下お姉ちゃんとメリアちゃんの試合、すごく楽しみ。世界最強の実力を見させてもらおうかな。みんな大丈夫なの？メリアならうまくやってくれるさ。この人の付き添いのメリアという人、どこまで強いんだろう。
私もなんだかワクワクしてきた。それじゃあみんなちゃんとご飯食べていってね。やった、あの人泊まるんだ。お母さんもさすがだよ。そうだ、せっかくだし少し覗きに行こうかな。わ、私人生初の覗き。ドキドキ、ワクワク。そうはさせませんよ。あなたは、自己紹介はおいおいやるわ。でもその前に覗きは感心できませんね。ごめんなさい。ご主人の覗きは楽ではありません。ご主人を覗くためには気配を消す能力に全力を注いで、それを記録に残す映像記録能力を最低限に抑えながらする必要がある。ですがご主人もなかなか鋭く、少しの気配、少しの能力を全部すぐに感知してしまうからすぐにバレる。なら睡眠中なら、と思っていったら、あの人透明化するんですよ。それで挙句の果てには、隠れてないで一緒に撮ればいいじゃん。違う、そうだけど違う。私が撮りたいのは、普段の何気ないご主人なの、その仕草を収めたいの。つまり、何が言いたいかというと、私でも無理なのにあなたにできるわけないわ。そうなのか。今日は多分あの人は新しい環境に興奮して寝ないと思うからやるなら今日じゃないわ。なるほど。でもあなたには何か才能を感じるわ。もし盗撮をするなら私は全力で協力するわ。ありがとう。私はメリア。私はゼッカ。ここで必ずあの人の写真をゲットしましょう。少しながらの同盟ね。明日から私がここに泊まるように仕向けるわ。お願いします。それじゃあ頑張りましょう。どうすんだよ。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。